い、おい、なんだこの生き物は。こいつあれだぜ、この土地の主、この土地を滑る者。いや記者だよ、知らねえのかよ。この土地の守り神かもしれないだろう。いや記者だって言ってるじゃんか、列車わかる？乗り物なの、人を運ぶ。え、列車？じゃあカラスが言ってたのがこれか。無限列車か。ここで煉獄さんにいろいろ聞けたらいいんだけど。炭治郎、これからどうする？煉獄さんと合流しよう。どこで？この辺は匂いがしないから、もう列車に乗り込んでるんだと思う。お前ら、まさかこの主の腹の中に入ろうってのか。だから列車だって言ってんだろう。いいぜ、俺も入ってやるよ。まさか主も俺たちが腹に攻め込んでくるとは思ってねえはずだ。戦いの始まりだぜ。もういい。よし、行こう。うっほっほ、すげえすげえ、はえ。柱だっけ、その煉獄さん。顔とかちゃんとわかるのか。うん、派手な髪の人だったし、匂いも覚えているから。だいぶ近づいてき、うまい。うん、うまい、うまい、うまい。あの人が縁柱。うん、うまい、うまい。あの、すみません、煉獄さん。うまい。あ、もうそれはすごくわかりました。うむ、そういうことか。だが知らん、日の神神楽という言葉も初耳だ。君の父がやっていた神楽を戦いに応用できたのは実にめでたいが、この話はこれでおしまいだな。え、ちょっともう少し。俺の継ぐ子になるといい、面倒を見てやろう。待ってください。そしてどこを見てるんですか。炎の呼吸は歴史が古い。炎と水の剣士はどの時代でも必ず柱に入っていた。炎、水、風、岩、雷が基本の呼吸だ。他の呼吸はそれらから枝分かれしてできたもの。霞は風から派生している。溝口少年、君の刀は何色だ。俺はかまどですよ、色は黒です。黒刀か、それはきついな。きついんですかね。黒刀の剣士が柱になったのを見たことがない。さらにどの系統を極めればいいのかもわからないと聞く。俺のところで鍛えてあげよう。もう安心だ。面倒見のいい人だな。結局日の神神楽のことはわからなかった。それに俺の黒刀はやっぱり珍しいのか。鋼塚さんや鱗滝さんもあまり見ないって言ってたもんな。落ち込むことはないぞ。今はまだ柱になったものを見たことがないだけだ。君が初めての例になるかもしれん。日の神神楽についても同じだ。今はわからないだけだ。それにここで悩んでいては任務に支障が出るぞ。いつ鬼が出てくるかわからん以上、よそごとを考えている暇はない。嘘でしょ、鬼出るんですか、この記者。出る。出んのかい。いやー、鬼のところに移動してるんじゃなくここに出るの。いやー、俺降りる。短期間のうちにこの汽車で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが全員消息を絶った。
だから柱である俺が来た。はあ、なるほどね。おります。いやだ、降りる、降りるんだ。こんなとこにいたくない。切符拝見いたします。何ですか？車掌さんが切符を確認して切り込みを入れてくれるんだ。なんだろう、嫌な匂いがする。拝見しました。ん？車掌さん、危険だから下がってくれ。下級のことゆえ対等は不問にしていただきたい。その局を隠していたのは血気術か。気配も探りづらかった。しかし罪なき人に牙を向こうものならば、この煉獄の赤き炎刀がお前を骨まで焼き尽くす。炎の呼吸、一の方知らない。すげえや兄貴、見事な剣術だぜ。オイラを弟子にしてください。いいとも、立派な剣士にしてやろう。オイラも、オイロンも、みんなまとめて面倒を見てやる。煉獄の兄貴、兄貴。夢を見ながら死ねるなんて幸せだよね。どんなに強い鬼狩りだって関係ない。人間の原動力は心だ、精神だ。精神の核を破壊すればいいんだよ。そうすれば生きる屍だ。殺すのも簡単。人間の心なんてみんな同じ、ガラス細工みたいに脆くて弱いんだから。さあ、俺の手駒たち、行っておいで。そして鬼狩りたちの心を壊してくるんだ。俺は何をしに来た？そうだ、父上へ報告だ。柱になったこと。柱になったからなんだ。くだらん、どうでもいい。どうせ大したものにはなれないんだ。お前も俺も。兄上、父上は喜んでくれましたか？俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか？昔からああではなかった。鬼殺隊で柱にまでなった父だ。情熱のある人だったのに、ある日突然剣士を辞めた。突然。あんなにも熱心に俺たちを育ててくれていた人が、なぜ？考えても仕方がないことは考えるな。千次郎はもっとかわいそうだろう。物心つく前に病死した母の記憶はほとんどなく、父はあの状態だ。正直に言う、父上は喜んでくれなかった。どうでもいいとのことだ。しかし、そんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。俺は決してくじけない。そして千次郎、お前は俺とは違う。お前には兄がいる。兄は弟を信じている。どんな道を歩んでも
お前は立派な人間になる。燃えるような情熱を胸に頑張ろう。頑張って生きていこう。寂しくとも。あった、壁だわ。風景は続いているけど、これ以上進めない。誰しも夢の外側には無意識の領域がある。無意識の領域には精神の核が存在していて、これを破壊されると持ち主は廃人になる。早くこいつの精神の核を破壊して、私も幸せな夢を見せてもらうんだ。変な無意識領域、熱い、燃えてる。見つけた、精神の核。赤いのは初めて見た。でも精神の核は脆いから簡単に壊せる。ガラス細工のように。それで急にお兄ちゃん泣き出すからびっくりしちゃった。変なの。まあ疲れているのかもしれないわね、炭治郎。無理しないで今日は休みなさい。そんな大げさだよ、平気だから。本当に？うん、何か悪い夢でも見てたみたいだ。遊ぼうよ。あれ、禰豆子は？姉ちゃん山菜採りに行ってるよ。え、昼間なのに？え、ダメなの？あ、いや、あれ、変なお兄ちゃん。炭治郎、お風呂の準備をしてくれる？私は食事の準備をするから。うん、わかった、すぐやる。俺もやる。あ、じゃあ私も。しげるがお兄ちゃんを困らせないように見張っとかなきゃ。さて、あれ、消えた。何だったんだろう、見間違いか。兄ちゃんどうしたの？いや、なんでもない。さ、川に水を汲みに行こう。はい。水を汲んでくる。はい。あ、起きろ。
禰豆子の匂いだ。起きろ、攻撃されている。夢だ、これは夢だ。目覚めろ、起きて戦え。そうだ、俺は汽車の中だ。じゃあ、大丈夫？ごめん。行かないと。早く戻らないといけない。ごめんな。お兄ちゃん！俺に夢を見せている鬼が近くにいるなら、早く見つけて切らなければ。早く！お兄ちゃん、どこ行くの？今日は山菜。いっぱい取れたよ。ああ、兄ちゃん、こんなとこで何やってんだよ。水汲みに行ったんじゃなかったのか。炭治郎、どうしたの？その格好は。ああ、ここにいたいな。ずっと振り返って戻りたいな。本当ならずっとこうして暮らせていたはずなんだ。ここで。本当ならみんな今も元気で、禰豆子も光の中で、青空の下で。本当なら、本当なら。でももう俺は失った。戻ることはできない。一緒にはいられないんだよ。だけどいつだって兄ちゃんはお前のことを思っているから、みんなのことを思っているから。兄ちゃん、たくさんありがとうと思うよ。たくさんごめんと思うよ。炭治郎、忘れることなんてない。どんな時も心はそばにいる。だからどうか許してくれ。早く精神の核を破壊しなければ。なんという美しさ。どこまでも広い。そして暖かい。
いない。鬼がどこにもいない。匂いはするんだ、かすかに。でもなんだこれは、幕がかかっているようだ。どこからでもかすかに鬼の匂いがする。場所を特定できない。どこだ、どこだ、どこにいる。炭治郎、刃を持て。切るべきものはもうある。切るべきものはもうある。切るべきもの、目覚めるために。分かったと思う。でももし違っていたら、夢の中の出来事が現実にも影響する場合、取り返しが。迷うな。やれ、やるんだ。夢の中の死が現実の目覚めにつながる。つまり切るのは自分の首だ。大丈夫、生きてる。そうだ、これ切符。やっぱりこれもかすかに鬼の匂いがする。切符を切った時に眠らされたんだな。鬼の細工がしてあるんだ。これだけ微量の匂いでこれほどの強い血気術を。あ、煉獄さん、善逸、伊之助。手首を縄でつながれている。誰なんだこの人たちは。なんだろうこの縄。日輪刀で断ち切ると良くない気がする。禰豆子、頼む、縄を燃やしてくれ。うん、ん？夢が途切れた？まさか失敗したのか。まあ所詮彼らは捨て駒。時間さえ稼げていれば別に構わないけど。邪魔しないでよ！なんだ、鬼に操られているのか。あんたたちが来たせいで幸せな夢を見せてもらえないじゃない。何してんのよ。あんたも起きたなら加勢しなさいよ。結核だかなんだか知らないけど、ちゃんと働かないならあの人に言って夢見せてもらえないようにするからね。まだいたのか。俺とつながっていた人だろうか。結核、病気なんだ。かわいそうに。許せない鬼だ。人の心につけ込んだ。僕はこの病の苦しみから逃れられるなら人を傷つけてもいいと思っていた。でも君の夢の中、心の中は温かかった。俺は戦いに行かなきゃならないから。幸せな夢の中にいたいよね。わかるよ、俺も夢の中にいたかった。大丈夫ですか？ありがとう。気をつけて。はい。
ごい匂いだ。重たい。この風の中、鬼の匂いがここまで。鬼は風上、戦闘車両か。禰豆子、お前はここで待ってろ。みんなを起こせ。おはよう。まだ寝ててよかったのに。こいつが。せっかくいい夢を見せてやっていたでしょう。お前の家族みんな惨殺する夢を見せることもできたんだよ。今度は父親が生き返った夢を見せてやろうか。人の心の中に土足で踏み入るな。俺はお前を許さない。あれ、耳に飾りをつけてるな。運がいいな。早速来たんだ俺のところ。夢みたいだ。これでもっと無惨様の血をいただける。それた瞬間にかかったことを認識し、覚醒のための自決をしているのだ。まともじゃない。あんたも死ねばよかったのに。よくもノーノーと生きていられる。言うはずがないだろう。そんなこと俺の家族を侮辱するな。手応えがほとんどない。もしやこれも夢か。あの方が柱に加えて耳飾りの君を殺せって言った気持ち、すごくよくわかったよ。そ
存在自体が何かこう、とにかく尺に触ってくる感じ。知らない。素敵だね、その顔。そういう顔を見たかったんだよ。首を切ったのにどうして死なないのか教えてほしいよね。いいよ、俺は今気分が高揚してるから。赤ん坊でもわかるような単純なことさ。それがもう本体ではなくなっていたからだよ。今喋っているこれもそうさ。頭の形をしているだけで頭じゃない。君がすやすやと眠っている間に俺はこの汽車と融合した。この列車のすべてが俺の血であり肉であり骨となった。その顔、いいねいいね、わかってきたかな。つまりこの汽車の乗客200人余りが俺の体をさらに強化するための餌、そして人質。ねえ、守りきれる？君は一人でこの汽車の端から端までうじゃうじゃとしている人間たちすべてを俺にお預けさせられるかな。煉獄さん、善逸、伊之助、寝てる場合じゃない、起きてくれ、頼む。禰豆子、寝ている人たちを守るんだ。爆発覚醒、衝突ワッシン、伊之助様のおとりじゃ。伊之助、もうこの汽車は安全なところがない。眠ってる人たちを守るんだ。この汽車全体が鬼になってる。聞こえるか、この汽車全体が鬼なんだ。やはり俺の読み通りだったわけだ。俺が親分として申し分なかったというわけだ。どいつもこいつも俺が助けてやるぜ。すべからくひれ伏し、あがめたたえよ、この俺を。雷の呼吸、一の方、霹靂一閃、六連。禰豆子ちゃんは、俺が守る。守る。切っても切っても、全然減らない。どうすれば。あっ、なんだ、鬼の攻撃か。かまど少年。煉獄さん、ここに来るまでにかなり細かく斬撃を入れてきたので、鬼側も再生に時間がかかると思うが、余裕はない。手短に話す。この汽車は8両編成だ。俺は後方5両を守る。残りの3両は黄色い少年とかまど妹が守る。君と井の頭少年はその3両の状態に注意しつつ、鬼の首を探せ。首？でも今この鬼は、どのような形になろうとも鬼である限り首はある。俺も急所を探りながら戦う。君も気合を入れろ。すごい、見えない。煉獄さんが移動した揺れだったのか。状況の把握と判断が早い。五両を一人で、感心してる場合じゃないぞバカ。やるべきことをやれ。鬼の匂いがどんどん強力になってる。急げ。伊之助、伊之助どこだ。うるせえ、ぶち殺すぞ。そこにいたのか伊之助。これから俺たちは前方の。分かってるな。そして俺は見つけてるからな、すでにな。全力の七の方でこの主の急所。そうか、やっぱり前方だな。
そうだ、前だ。とにかく前の方が気色悪いぜ。わかった。よし、行こう。ちょっとつのあし。怪しいぜ、怪しいぜ。この辺り特に。クソが、近づけさせないつもりだ。させないよ。行かせない。首も切らせない。お前たちはここで眠りにつくんだ。深い深い眠りにね。邪魔くせえ肉どもが、ぶった切ってやる。その分際で、よくも俺の首を見つけたね。けれど、お前たちは傷を入れることはできない。悪夢を見て苦しみながら死ぬのだから。ここで手こずっていては被害が広がる。急ごう、猪之助。当たり前だ。遅れるなよ、アンドロ。弱いね。年々が多いところで、ゴンコロ消えてくれ。全集中。それそれ。水くらい。俺と変わる。次から親分と呼べよ。骨を狙いたくても肉が邪魔をしやがる。肉を切っていけばほんの少しだけ隙ができる。そこを狙うんだ。次のある場所はもう分かっているんだから。そんなこと分かってたね、お前が言う前から。そうか、さすがだ。注意を払いながら眠らされないようにもしなければならない。立ち回りが難しい。でも俺ならできる。でもいるんだから。もっともっと絶望しておくれよ。なんとか、さっさと猪之助様に斬られやがる。うるさいな。さっさと眠ってくれないかな。年々に取られ、ゴン取られ。次から親分と呼べ。死んでおくれ。おっと。年々に取られ、ゴン取られ。あれを消えて、これならできる。水の呼吸。年々来られ、ゴン来られ。弱いな。死んでおくれ。加減しつけ。しつこいよ。お前たちにはうんざりだ。煉獄さんも必死に戦ってくれている。俺たちが首を切ることを信じて戦ってくれている。待っていてくれ、必ず首を切る。次から親分と呼べよ。年々コロリ、ゴンコロリ、死んでおくれ。早く首を。猪之助、この真下が鬼の首だ。獣の呼吸、死の牙、切れ込まざけ。父さん、守ってくれ。この一撃で骨を断つ。火の神神楽、ヘキラの天。やべえぞ、お手すれ。
おい、大丈夫か、大丈夫か、サンタロー、しっかりしろ。イノスケ、鬼の肉でバインバインして助かったぜ。逆にな。俺はすぐ動けそうにない。他の人を助けてくれ、頼む。言ってやるよ、親分だからな、子分の頼みだからな。夜明けが近づいている。呼吸を整えろ、早く怪我人を助けないと。禰豆子、善逸、煉獄さん、きっと無事だ、信じろ。体が崩壊する、再生できない。負けたのか、死ぬのか、俺が。バカな、バカな、俺は全力を出せていない。人間を一人も食えなかった。汽車と一体化し、一度に大量の人間を食う計画が台無しだ。こんな姿になってまで、これだけ手間と時間をかけたのに。あいつだ、あいつのせいだ。200人も人質を取っていたようなものなのに、それでも押された、抑えられた。これが柱の力。負けるのか、死ぬのか。ああ、悪夢だ、悪夢だ。鬼狩りに殺され続けるのはいつも底辺の鬼たちだ。上弦、ここ100年顔ぶれの変わらない鬼たち、山ほど葬っている。鬼狩りの柱さえも葬っている。異次元の強さなのか。ああ、やり直したい、やり直したい。なんという惨めな悪夢だ。全集中の常駐ができているようだな。感心感心。煉獄さん、常駐は柱への第一歩だからな。柱までは1万歩あるかもしれないがな。頑張ります。呼吸を極めれば様々なことができるようになる。何でもできるわけではないが、昨日の自分より確実に強い自分になれる。はい。みんな無事だ。怪我人は大勢だが、命に別状はない。よくやった。はい。君はもう無理せず。今ここに。やっつ
なぜ背負いの者から狙うのか理解できない。話の邪魔になるかと思った。俺とお前の。君と俺が何の話をする。初対面だ。俺はすでに君のことが嫌いだ。そうだ、俺も弱い人間が大嫌い。弱者を見ると虫唾が走る。俺と君とで物事の価値基準が違うようだ。では素晴らしい提案をしよう。お前も鬼になる。ならない。炎の呼吸。いいぞ。破壊さ。全集中。素晴らしいぞ。本当に素晴らしい。いい刀だ。再生が早い。この圧迫感と凄まじい危機、これが上限。お前の強さ、柱だな。その陶器、練り上げられている。思考の領域に近い。俺は円柱、煉獄杏寿郎だ。俺は赤座、杏寿郎。なぜお前が思考の領域に踏み入れないのか教えてやろう。人間だからだ。老いるからだ。死ぬからだ。鬼になろう、杏寿郎。そうすれば100年でも200年でも鍛錬し続けられる。強くなれる。老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ、死ぬからこそ、たまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。この少年は弱くない。侮辱するな。何度でも言おう。君と俺とでは価値基準が違う。俺はいかなる理由があろうとも鬼にならない。そうか。鬼にならないなら殺す。今まで殺してきた柱たちに炎はいなかったな。そして俺の誘いにうなずく者もいなかった。なぜだろうな。同じく武の道を極める者として理解しかねる。選ばれた者しか鬼にはなれないというのに。いいぞ。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。破壊殺。破壊殺。この素晴らしい反応速度、この素晴らしい剣技も失われていくのだ、杏寿郎。おかしくはないのか。誰もがそうだ。人間なら当然のことだ。名残惜しいが、そろそろしまいとしよう。破壊さ。才能を持つ者が醜く衰えていく。これは辛い。耐えられない。死んでくれ、杏寿郎。若く強いまま。この方、
もっとやり合うぞ。破壊さ。素晴らしいぞ。本当に素晴らしい。杏寿郎、死ぬな。生身を削る思いで戦ったとしても全て無駄なんだよ、杏寿郎。お前が俺に食らわせた素晴らしい斬撃もすでに感知してしまった。だがお前はどうだ。潰れた左目、砕けたあばら骨、傷ついた内臓、もう取り返しがつかない。鬼であれば瞬きする間に治る。鬼ならばかすり傷、どうあがいても人間では鬼に勝てない。俺は俺の責務を全うする。ここにいる者は誰も死なせない。素晴らしい闘気だ。それほどの苦情を追いながら、その気迫、その精神力、一分の隙もない構え。やはりお前は鬼になれ、杏寿郎。俺と永遠に戦い続けよう。死んで多くの面積を根こそぎえぐり切る。炎の呼吸、奥義。素晴らしいぞ。本当にお前は素晴らしい。称賛に値する。負の方、煉獄。術式展開、破壊殺。杏寿郎、母はもう長く生きられません。強く優しい子の母になれて幸せでした。振るのか。母上、俺の方こそあなたのような人に産んでもらえて光栄だった。止めた。信じられない力だ。溝落ちに俺の右腕が貫通しているんだぞ。しまった、夜明けが近い。早く殺してこの場を去らなければ。手が抜け、逃がさない。切らなければ鬼の首を。早け。夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ、逃げなければ。絶対に離せん。お前の首を切り落とすまでは。どけ。伊之助、動け。煉獄さんのために動け。けだものの呼吸、一時は無駄散るき。うわあ。手こずった。早く太陽から距離を。
ん、逃げるな卑怯者、逃げるな。何を言ってるんだあのガキは。脳みそが頭に詰まってないのか。俺はお前らから逃げてるんじゃない、太陽から逃げてるんだ。それにもう勝負はついているだろうが、あいつは間もなく力尽きて死ぬ。いつだって鬼殺隊はお前らに有利な夜の闇の中で戦っているんだ。生身の人間なら傷だって簡単には塞がらない。失った手足が戻ることもない。逃げるなバカ野郎、バカ野郎、卑怯者。お前なんかより煉獄さんの方がずっとすごいんだ、強いんだ。煉獄さんは負けてない、誰も知らせなかった、戦い抜いた、守り抜いた。お前の負けだ、煉獄さんの勝ちだ。もうそんなに叫ぶんじゃない。君も軽傷じゃないんだ。かまど少年が死んでしまったら、俺の負けになってしまうぞ。こっちにおいで。最後に少し話をしよう。俺はもうすぐに死ぬ。喋れるうちに喋ってしまうから聞いてくれ。弟の千次郎には自分の心のまま正しいと思う道を進むよう伝えてほしい。父には体を大切にしてほしいと。それからかまど少年、俺は君の妹を信じる。鬼殺隊の一員として認める。汽車の中であの少女が血を流しながら人間を守るのを見た。命を懸けて鬼と戦い、人を守る者は誰が何と言おうと鬼殺隊の一員だ。胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと、心を燃やせ。歯を食いしばって前を向け。君が足を止めてもうずくまっても時間の流れは止まってくれない。共に寄り添って悲しんではくれない。俺がここで死ぬことは気にするな。柱ならば後輩の盾となるのは当然だ。柱ならば誰であっても同じことをする。若い目は澄ませない。かまど少年、井の頭少年、黄色い少年、もっともっと成長しろ。そして今度は君たちが鬼殺隊を支える柱となるのだ。俺は信じる。君たちを信じる。母上、俺はちゃんとやれただろうか。やるべきこと、果たすべきことを全うできましたか。立派にできましたよ。汽車が脱線するとき、煉獄さんがいっぱい技を出しててさ、
車両の被害を最小限にとどめてくれたんだよな。そうだろうな。死んじゃうなんて、そんな。本当に上弦の鬼、来たのか。うん。なんで来んだよ、上弦なんか。そんな強いの、そんなさ。悔しいな。何か一つできるようになっても、またすぐ目の前に分厚い壁があるんだ。すごい人は、もっとずっと先のところで戦っているのに、俺はまだそこに行けない。こんなところでつまずいているような、俺は、煉獄さんみたいになれるのかな。弱気なこと言ってんそれ。なれるかなれねえかなんてくだらねえこと言ってんじゃねえ。信じると言われたならそれに応えること以外考えんじゃねえ。死んだ生き物は土に帰るだけなんだよ。ベソベソしたって戻ってきやしねえんだよ。悔しくても泣くんじゃねえ。どんなに惨めでも恥ずかしくても生きてかなきゃならねえんだぞ。お前も泣いてるじゃん。かぶり物から溢れるくらい涙出てるし。俺は泣いてる。こっち来い、修行だ。そう、200人の乗客は一人として死ななかったのか。教授郎は頑張ったんだね。すごい子だ。寂しくはないよ。近いうちに教授郎やみんなのいる黄泉の国へ行くだろうから。ここは…禰豆子、スイーツ、伊之助、いない、誰も、匂いもしない。まさか、まだあの鬼の術にかかっているのか。でも、以前のように記憶がなくなっているわけじゃない。それに、なんでだろう。不思議と嫌な気分がしない。こっちに来いって言っている気がする。気になるな、扉の先はどうなってるんだ。え？え？ここ、親方様の。さっきまで病室にいたのに。あ、扉が。服も。おかしな気分だ。現実離れしたことが起きているのに不安を感じていない。むしろ、煉獄さん、煉獄さん、なんで。
隙のない力強い構えだ。これだけでわかる。やっぱり煉獄さんはとてもすごい人なんだと。わかりました。すべてをぶつけてこい。そう言っている。よろしくお願いします。全力で挑め。力を振り絞れ。お客さんはそれを望んでいる。答えなきゃ男じゃない。気になることがあるけど、そんなのは後だ。全集中。動きに一切の無駄がない。全て力強い。水の呼吸とは違う。でも立ち筋は流れるように綺麗だ。炎の呼吸、これが柱。もう一度。水の呼吸。全てを振り絞る。何度も打ち合ってやっと分かってきた。煉獄さんがこうして俺の前に現れてくれた意味が。刀を合わせるたび響いてくる。煉獄さんの言葉が、教えが、前を向ける。皮を食いしばれ。心を燃やせ。これからは分かっています。炎の呼吸、奥義、苦の型、火の神神楽、煉獄。止めるな、行け。火の神神楽。出し切った。全部全力を出して刀を飛ばすだけで、やっと。煉獄さん、やっぱりとてつもない強さだ。ありがとうございます。これ。
夢。そうか、夢か。禰豆子、俺は大切な人をたくさん失った。家族、鬼殺隊の仲間、たくさんのものを鬼に奪われた。だけど大切な人はまだ残っている。つながりはまだ残っている。だから俺は刀を振るい続ける。大切なつながりが残っている限り、受け継いだ思いが背中を押してくれる限り、これ以上みんなが悲しい思いをしないために、歯を食いしばり前を向いて心を燃やして行こう。これからも俺は進み続ける。